は八時半を回りました。宅建武士今宵もお届けするのはこの方です。こんばんは、店長です。はい、お久しぶりです。<laughs> お久しぶりです。えっと、二 <laughs> 週ですか。あの、はい、さん開けてるの。あ、二週。二週ですよね。はい、で、多分前の放送で、はい、えっと。賃貸不動産経営管理士の、うん。はい 資格試験の終わった後の感想を喋ってあ、はい、っその後は逃亡してるんですよね。て <laughs> <laughs> 別に何だろうな、あのー、別に資格試験を受けてたとか勉強してたっていうわけじゃなくて、はい、ただ単純にちょっと忙しくて、はい。 それでちょっとお休みしたんですけどけ逃亡したわけではない<笑><笑>っ戻ってきたんですけどちゃんとその間で、まあちょっとはいろいろ出張とかも行ってとかってやっててバタバタしてて賃貸不動産経営管理士のテストの時にもう問題を解けなくなってどうのこうのってあの放送の回自分やっぱ聞き直して、うん、なんだろうな自分 自分自身聞き直して後半自分がテンパってるなっていうか、はい、ちょっとやっぱおかしいなっていう <laughs> <ー>なんか会話の口調が相当あれだったんだなーって思ったんですけど<ー>まあそれから一変してだいぶ立ち直って、はい、今元気になっててだいぶ元気になってて、はい、で最近もうなんだろうな、えっと、一応年内のテスト全部終わったんですよ。<ー>もう一応まあ年内って,言っても,もう本当に 2つなんで、宅建とこの賃貸不動産経営管理士この2本に絞ってたんで、はい、とりあえず一応、今年の目標ていうか今年の試験はうこれで終わって、終わって、宅建の勉強本来だったらもうやってるはずなんですけど最近、なんかちょっと忙しさにかまけてなな、はい、なんかなんかだろうなちょっと怠け癖っていうか<おー> <laughs> あんま勉強しなくなってきてて<ー>これじゃまずいと思って。はい でちょうど自分が好きな、えっと、講師の講師まあなんだろうな、えっと、講師っていうよりかそういうなんか資格試験の不動産系の資格試験のアドバイザー的な,、うん、なんか YouTube なんですね、はいこの。例えば「宅建だったらこうやって勉強した方がいいよ」とかこういうなんだろうジャンルが狙われるから、うん、ここを強化するためにここの意味を説明したりとかするんですけど、うん、この人がえー、っと。 宅建については毎日配信してるんですよ。YouTube でえー、っともう一個のこの賃貸系あ賃貸不動産経営管理士については、はい、もう試験の一ヶ月前ぐらいかな宅建がちょうど終わり始めるあ卓見の試験が終わる頃ぐらいからそれもスタートして一日二本とか上げるんですよ。うんうん、えー、すごいす,、ね、すごくないですか？それを毎日欠かさずやってて。はい でまあ、通常は、宅っだけなんですけど、はいうん、でその中でもう、えっと、今回が3期4期生になるのかなだから自分が3期の人間だと思うんでうんこの方がちょうどもうコロナとかも流行ってて、はい、でコロナにかかったらどうなるんだろうみたいな感じな時にコロナに実際かかってうん、えー、で自分の,このなんだろう部屋からベッドに横たわった状態で。うん 動画ってそれで一日も欠かさずずっとすごくないですかもう3年うんもう一日も欠かしたことないんですこの方がやってるの。ていうか毎日配信されてるんですよ毎日この人のだけは見るようにはしてるんですけどこれでも一応10分 YouTube が配信されててでその中でなんだろうなそういう宅建の勉強の仕方だったりとか。 そういうういだろうなちょっと意味を解説したのを聞きながら頭の中にすり込んでいくんですけど、うん、この YouTube はかろうじて一応見てるんですけどでもなんか最近やっぱちょっとふぬけてるなと思って、はい、でこの方が <laughs>、はい、もう一個サードチャンネルってって3つ目のチャンネルを作ったのが、うん、森さんファイナンシャルプランナーってわか,かりますかなんか 最近よよくく聞うくうになったというか銀行の方とか多分よく銀行員とか持ってるんですけどでこの資格って、えー、と資産運用、えーまあ、簡単に言えばそんな感じなんですけど、はい、例えばお金の仕組みを、うんえー、例えば学生だったら奨、はい、学金ってあるじゃないですか奨学金のこの制度を、はい、またこの、えー、とざっくり分けると 6, 6科目ぐらいあって。 その中で保険とか不動産とか,なんかこの奨学金とかいろいろあるんですよ、はい、項目が6あって<ー>その中で奨学金っていう制度はこう国が支援しているのとかこういうのがあってその中で等級があってこうですよああですよっていうのを全部勉強するんですよもう本当にお金の仕組みで、えー、っと例えば銀行でローンを組みます。はい、であのー 元本なななんだったかな元本なんとか型とかいろいろあるんですけどうこういうなんかお金の仕組みを勉強するのがファイナンシャルプランナーでそうだから最近勉強する習慣なくなって、はいうん、<laughs> でこのチャンネル始まって <laughs> ちょうどこのチャンネルを始まって、はい、どれぐらいかな6日ぐらい経ったぐらいに、はい、一応受けようかなって思ってたんですよ。うか<ー>かな、まあ、この人が出したから、はい とりあえずどんなもんかなと思って、うん、受けては見ようかなって思ってたんですけど、はい、ただなんかそこになんだろう踏み切ることをずっとしてなくて、うん、で6日目ぐらいにその動画見てて、はい、あちょっとあれかなと思ってもうちょっと怠け癖もついてきてるし<お>やろうかなと思って <laughs>、はい、パッて調べたら、うん、もうあと申し込み期間が。 二日前とかだったんで。あ、その時に。はい。うん、でも、すぐ申し込んで。<laughs> で、今また、ちょっとアホみたいにやってるんですけど。<laughs> 何を目標にしてるのか、<laughs> 最近思いますよ。すごいですね。何をしてるんだ、て思うんですけど。えー、だなんか、それは、なんだろうな。あのー。三級、二級、一、うん、級ってあって、三級からスタートなんですね。うん、で、三級って、も本当に入り口で、基本的な項目。だけを。純粋に勉強するんですけど。で。ここに、名詞に。 ファイナンシャルプランナー3級って書くだけでなんかそういうお金の知識がある人っていう風に見られるからで自分も実際銀行さんといろいろメインバンクさんとやり取りしてる時にやっぱりなんかその名刺の肩書きに有資担当の人がこういうの持ってたらなんかこの人詳しいんだなって思ったのもあったんで。 かからちょっっっとまで頑張ててやみみようなたいだんかそんなに合格率が低いわけじゃなくて合格率が5080だから結構高い確率でただんかあのこの動画で言ってたんですけどガチの人たちがまあんかそういう保険絡みとか銀行員とかそういう人たちがガチの人たちが受けてるから。 受だ、はい、からそれだけの合格率になってるんであって、うん、一般の素人がやるとやっぱりある程度っていうような資格だよっては言ってたんで、うん、ただ自分も卓建勉強してるんで、はい、民法と不動産に関するお話はもうここである程度基礎ができてて、うん、で基礎で解けるような問題しか出ないんですね、はい、ファイナンシャルプランナーで、うん、だからもうそこを潰していかなくていいんで。 普通の人だったら1から6まで全部学ばないといけないけど自分の場合2ぐらいは飛ばしてあとの残り4だけ勉強してるいいか分ちょっと 楽というか手間がない。うん。楽なんで一応その二十八なんですけども結構ギリギリなんですけどそれでも間に合う資格かなと思って。はい。ええ。それで受けようかな。すごいですね。行動力。何を目指しているのか全然わかんないですね。そうですね。はい。面白いですね。はい。えっとちょうどこの今の放送が今実際収録なんでまだクリスマス感ないですね。全然ないんですけどでもなんか。 クリスマスのちょうど時期ぐらいにこの放送が流れてるんでなので恋愛の話は一応持ってきてないんですけど3回理論を引っ張りすぎたんでそこをちょっともう1回で完結するような感じであとまあこんだけの時間あるんで多分一発で完結できると思うんですよでちょっとまあもうにまあ聞いてる人いるかいないか分かんないんで聞いたよっていう人だったらもうそれもあの消してもらって全然構わないんで。 ちょっとここを中途半端にやってるんでそこをちょっとあ話していきます。3回理論を。はいえっと、3回理論を。で3回理論をネットで検索してでたどり着いたのが、えっと、何回会えば会え相手の人柄が大体分かりますかだったんですよね。でえー、っとー 一回目の人で、はい、えっとパーセンテージですね。うん、これが、えっ、ー、とこの集計が。どれぐらいだったかな。二十歳から四十九歳の独身男女五百九十人とから、はい、まあまあのでもあれですよね。数ですよね。ね、うん、その人たちから聞いた、えっ、ー、とアンケートの結果。を取りまとめられてるんですけど。はいはい、で、えっ、ー、と一回目で、まあこの人の人柄がわかるよって答えた人が。 9.7%、はい、だから100人の中で9人、まあ、10人ぐらいは分かるよって言うんでしょうね 2>、うんうん、で、えっと、2回目が17.8%ここでも2割なんですね、はいうん、で、あのー、今回メインに挙げてる3回理論,、はい、3, 回理論あ3回目でじゃあ、うん、で40.2%だからもう約半分の人たちが一応3回でもうこの人柄を分かるよって言い切ってる人たちがいるんですよ。はい あ,、うん、あ人柄が分かるよってそっか言ってるだから何か例えば3回あってナミンさんのはこねてずっと会ってきてるし、はいうん、で山内さんも、はい、こんねでずっと会ってきてるから、うん、なんだろうなこのこの空間、えっと、例えばラジオの空間ではこういう人物だな、うんはい、ある程度この人柄はある程度固めきれるんですよ。でもこれは ちょっと言い換えるとビジネス的なお付き合いじゃないですか逆を言うとだからビジネス面的な人柄はこんだけあってようやくなんか大体こんなイメージだろうなみたいなこれってもう下手したらもともとの恋愛節から始まって今似てるんでトータルで間も空いてますけど合算したら多分2年ぐらいなんですよね。年で ビジネスとして接するまなみんさんと、うんうん、山本さんは。分かるんです、ね。はい、でも2年で。でもそれぐらいしかわからないんですよ。だから人物像の。このなんだろうな。人物人柄。が分かるのって、うん。そんなに簡単。じゃ。ないじゃない、はい。ビジネスの付けだから。はい、結局なんだろうな。プライベートとか。うん、なんだろう。ちょっとこのビジネスを取っ払った後の、うん。 なななんんか対応とかかかとはやっぱいいじゃないですだからそれを3回でとか2回でって分かる人たちっていうのは「久留 <laughs>、はい、さん臭いよね」って<ー> <laughs> 思うんですけどちょっと脱線しましたね。はいえっと、で一応そのあとが4回から9回目で分かるって答えた人が15.4%、うんうん、でここからちょっとまた下がってきてで10回以上で3.4%。 でえー、と最後に分からないが13.6%<ー>だから13.6%前にも話したんですけど、はい、ここが妥当すああ結局は分かんない分かんないと思いますなんだろうなんーとー、まあ、この1回っていうこの回数の相い方、うん、例えばただ普通に立ち話での1時間とお酒の場での あちょっと酒飲みながらの1時間って、はいうんね、全然違いますよね、うん、全然違いますよね、はい、でも多分お酒が入った中の1時間は男は多分背伸びするんですよかっこよく見せたがるんで、はいうん、でも逆に女性はちょっとなんだろうなこの人だったら大丈夫かなっていう意味で少しんだろうな本性が見え隠れするぐらいが、うんはい、多分1回目かなって思うんですねでこれを このどのシチュエーションで3回って言ってるの、2回って言ってるのってあ、ああ、でもうです、ね、同じ3回でも違うってことですよね。違うと思うんですよ。だから一概にまあなんか全部が全部は否定できないんですけど、ただ1回2回3回は嘘だなって思うんですね。<laughs> いずれにしろ、これが例えば二人きりの、はい、えっと1日だとしても、はい、シェアハウスってあるじゃないですか。シェアハウスの中で1日きりいたとしての。 会でカウントしたとしても、3日一緒にいても多分わかんない。で思うのが自分の結論なんですよ。でそれをまあなんか4割の方がそれをわかるっていうから、じゃあそれ嘘じゃねって思うんですけど、自分のあのあれは感想です。じラマちゃんどんなすか？逆にどれぐらい会えばわかります？どう思いますこの3回理論？ なんか、あーそっか、あそっでも私は割と多分なんだろう知ってるな,なんて言うんですかねこれって多分初めて会ってからの2回目3回目とかじゃないですかははははいはいはい、はいじゃなくてなもともと知ってるところからのそういうなんか2人で遊ぶようになっての123、うん、とかだったら3回はなんかわかるなって思うんですけどそそ、うん、そう、ね、そうそう,そう、はいうん、うん、例えばですよじゃあ。 知らなないい状態で 1,、はい、2, ってあるじゃこれもこの123はもうシェアハウスの中で丸1日ですの3日間、うん、<coughs> なんだろうな、えっと、共同生活ですね、うん、もう寝る時以外は一緒に共同で作業する、うん、例えば料理したりとか何,何したり掃除したりっていうのはもう一緒にしての3日間で 三日終わりました。うん、でもうこっちから出ないといけません。うん、その時に好きですって告白されたら、はい、この好きは本当として受け止めます。うん、これが多分三回理論この相手の人柄がわかるかっていうのを、うん、そこをここを真剣に捉えきれるんだったら、うん、この人の人柄を多分分かってて。うん その言葉を本気に間に受ける、はい、と思うんですよ、うん、でも1回2回会ってただちょっと会話して「好きです」って言われても「<laughs> はい、嘘だろ」みたいな <laughs> どうせ軽い気持ちでなんかくどいてんだろうって思われるのが、はいうん、そううでですすよよねと思んだから普通に今の、まあ、123でもう丸3日間一緒にいたとしても「うん、こう好きです」って言われた時に、うん、その言葉を「真に受けますか?」なんですけどどんなんですか真<ー>に受けると思います間に間に受ける でもこれあれですよね初対面からの1,2,3ですよねだから一応初対面からの一応実質3日間丸々一応一緒にはいるんですねうそれだったら一応間に受けそうっすかええでもどうかなちょっとわかんないですねでもなんかここの先ちょっとありそうだななさそうだなを多分そこで判断することはあるかもしれないですけどそうっすよねそこで大きく 決断することはないのか逆にどの地点だったら丸さん普通に好きっていう言葉を本当に思ってくれての好きだなって思えるぐらいのなだろう回数ってどれぐらいなんですかこんなの言われても分かんないですよね。多分人りでなな 距離距離感があるじゃないですかやっはい、はい、かな、ね、と思うんですけど。だから多分うん、うん、自分との距離感、まあ今の店長との距離感でうん、うん、店長がいきなり好きって言っても、はい、多分伝わらないんですよ。うん で、これ多分距離感なん。ですそうみたいな。うん、<laughs> で、多分、あの、適当になんか流されるんすね。<laughs> あの、目に見えるんですよ、それが。<laughs> で、やっぱ、この距離感ってやっぱ重要なんで。なんか、距離感を、じゃ、何回で詰められるかって。うんはい、この、今いう、一回、二回、三回。まあ、ん変な話、どんなに濃密な三回だとしても。ねはいうん、ここまでは。詰めきれない。か、なんか、軽い男っていうか。うはい、これぐらい、例えば、速、うん、いペースで。 乗ってきて告白されたら、うんはい、なんか誰でもいいんじゃないって逆に思わないですか？まあまあ確かに焦ってるのみたいな感じで、なんかそういう人と別に付き合うってまず思わないですよね <laughs>、うん。むしろ多分なんかわあちょっと圧がでなりますよね。っっやっぱそうですよね。だ、はいうん、からそれをなんかなんだろうなまとめると、うん、やっぱりこの三回理論は。うん はい、絶対間違ってるんですよ <laughs> <laughs>、ま、これあの年末コララ話でまたぶっ込んでいこうかなと思ってるんですけど多分これは間違ってるんでだから世の女性で3回で切ろうとしてる女性がいるんだったら、はいはい、やっぱここはあそっか。でこの言葉を聞いて軽い男でしょって思うのが普通の、はいうん、なんだろうな、うん、と正常な状態の脳みそでの,、うん、あの受け だから自分自身も早く結婚しなきゃとか早く彼氏が欲しいとかってちょっとんだろうな急いでる状態だからこそ多分3回で切ったりとか縁をやってしまうと思うんですけど。時間がないからシンデレラじゃないんだから別に3回逃してこれが10回あっても別にあるじゃないですか。 シンデレラみたいにに素朴なな女性に戻るわけじゃないですか,、うん、ていかむしろ多分この回数を続けていって女性ってどんどん綺麗になっていくはずなんでかか、はい、逆にここで3回で止めて切って他のところに行くよりかもこのもう知ってる人にだん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 意識しながら会っていってる方が多分女性の綺麗になるなんか速度っていうんですか。うんうんはい 一回切ってしまった、また次の所探すのに、時間かかりますよね。かかります。多分、真奈美さん、めちゃくちゃかかりますよね。そう、私めっちゃかかるので、だから、私。そう、だから、あれなんですよね。うん、うん、なんか、わかります。わかります。もし、もし切れたりしたら、なんかもう、面倒くさい。そう、そう。で、そういう女性って、また、ここで、なんだろうな。それで、なんか、美を落とすわけではないですけど。でも、やっぱり、男性から見る、女性の輝きは、やっぱ、落ちるんですよ。 顔が可愛くなくなっているとか、化粧が浅くなっているとか、ああいうのじゃなくて。オーラが。やっぱ変わるんですよ。なんかやっぱり。なんだろうな、恋愛。してる女性、恋愛し始めた女性って。この。なんか違うじゃ、んあれが出てるんです。全然違います。全く違いますよ。男は多分わかんないですよね。わかります。例えば。普通に。えっと、ここで言うキャンさんとか、毎日顔合わせする人いるじゃないですか。で。仮に、キャンさんが。 じゃあ彼女できましたってなった時に、まなみさん気づかないと思うんですよ。で、多分世の女性はほぼ気づきにくいと思うんですよ。あ、そうです。ほぼ気づきにくいと思うんですよ。男性の場合はあんまり変化がないんで。おお。で、あ確かに変化はないかもしれない。ないですよね。だからなんか別にオーラが輝いてるとか、別になんか楽しそうにしてるとか、ああいうのは多分あんまり表には出てないんですね。うん。でもなんかあの特定の例えばなんかこの人と明らかに なんかあるなって思うのは私わかりますでもなんかあるのは分かるけど単体でいる時は多分分かんないかもしれない男の人って多分変化がないんですよあのそういう楽しいなんだろうなそういうカップルになったとか追っかけた時に変化がないんですよ女性の場合ってわかるんですよ多分なんだろうなお付き合いしたんだろうなっていうなんかちょっと見かかれたっていうかなんだろうな 本当あでも確かにあ抜けしたっていうんですかね、はい、わあでも分かる気がしますなんか今ちょっと一つ例を思い出しました<笑><笑>そうだから、はい、自分も身近でその例を何回か見てるからでやっぱその例を見た時に、うん、あやっぱそうなんだなって思うんすねん女性は多分分かりやすいんですけど男性は変化がないなっていう。う 付き合いが悪くなるのは絶対あの間違いないですよ。あそういうとこでわかるってことですね。普段誘って行くくせね、なんか最近付き合い悪いなってなったら、じゃその線が強化しますね。ちょっと行動がね、共同不信にとかはあるかもしれない。見た目的にはでも確かに変わんないです。全然変わんないです。女性はわかります。あ多分そこの違いはあるんで、何の話かわからなです。ってなったら ってことは結局あれですよね、じゃあ3回で切ってじゃあ新しい人探そうって言って。うん、この、その。相手がいない間の、このなんていうんですかね、<laughs> はい、あんまり考えられてないって。そう、だからもったいないですよ。その期間はもったいないから、いい誰かをめがけてる方が。いいってことですね。うんうん、仮に、ここに、そんなになんだろうな、うん、もういいやって思ってて。うんはい、でも、次の相手がいないんであれば。うんはい、そこの、時間つぶしでいいじゃないですか。うん、時間つぶしでいいんですよ。 っていうか人生多分ほとんどが時間つぶしなんですね、うん、って思うんですけど自分は <laughs> <laughs> この時間つぶしをどんなって楽しむかが多分人生の生き方なんですけどだからやっぱり女性をこうんだろうなまあ前に話した真奈美さんと話した魔性の女性とかっていうのはその多分感覚が短い人かも,もしくはもうそこをいろいろ熟知してきた女性こうやってれば自分は。 他から見てそういうなんだろうな輝いてる女性に見えるとかとかあとああなるほどその方法を知ってるんすかと男をんだろう手玉に取る方法をちょっと甘えた言葉を言ってそう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 いうのは知ってるんすよ。 なんだろう、みんなそういう人じゃないんでな、うん、みさんみたいにまっすぐな女性だったら、うん、期間は空けなな。いいい方がいいかな、はい、だかだら、123って進むじゃないですか、はい、100の段階があって、うん、で3回で123で進むんですよでまたここから振り出しに戻すって言って0、はい、になって、うん、で、また探してまた123って振るよりかは。はいうん 一二三でずーっと、踏み続けていって、次見つけたら、別に切ればいいじゃないですか。別に切っていいんですよ。絶対それは、それは全然切っていいと思うんですよ。で、多分、切られるなって、分かってるんですよね、男性も。この女性と、こうやって、今交流してるけど、多分、この後、何か、相手に。そういう、なんか、人物ができたら、確実に。 合わなくなるだろうなってはわかるんですよ。えー、自分えでも山本さんも聞いてみてください、ね。でも <laughs> <laughs> そう言うと思いますよ。これわかるんですよ。だから今は同じ趣味。そうそう <laughs>。なんかちょっと暇つぶし的なもので相手してよって連絡が来てるだけであって、うん、多分本命が見つかったら、うん、多分パって連絡なくなるだろうなっていう女性はわかるんですよ。えー、でそれでいいですよ。だ男性分かってるんですか。あ,あなるほど。 別に切られる前提で、こっちでいるつもりではあるんです。けどいや、そのさ、いや、なんてうの、あの、多分あれですよ。ガードが、ガードが硬いっていう表現はあれですけど。なんか、やっぱ、ちょっと警戒心が、やっぱあるように。あ、あ、って言いますね。また、三回理論喋りたいですね。しかも、これ、クリスマスの放送ですよね。何を話してんだろう。ちょっとハッピーではない。そうですよね。じゃ、でも、やっぱ、あの、本当に、あれですよ、女性は、男の人を見て。 で、魔性になっていくと思うんです。だ、前に話した、えっと、男性は女性の作品。あ。って言ったじゃないですか。こ出てくるんですね。でも、女性の場合は男性の数を重ねて、自分を磨いていく。逆、逆っていう表現もおかしいけど、そんな感じだと思うんですよ。全然違うと思います。男性と女性。はい、終了ですね。何の話してんだろ。う